まあ、あの人のすごいところ俺いっぱい知ってるし、うん、だから、うん、うまいことやらないように気をつけなきゃ。もうすぐ引っかかっちゃうから、うん、やられるって分かっててもやられちゃう時もあるから、そういうのはやっぱり気をつけて、できるだけこう弱点を遠ざけて戦いたいです。とうとう来るべき時が来ちゃったって感じで、まあ、多少緊張もしてますけども精一杯頑張りますので、あの船木正春を見てください。
10分経過。
Thank you.